和井すちか森外父が開業をしていたので花房医学士は卒業する少し前から休みに父のもとへ来ている間は大身のまね事をしていた花房の父の診療所は大千住にあったが小金井紀美子という女が千住の家というものを書いて 詳しくこの家のことを叙述しているからロコたととしてここには税せない。モネーなんぞは同じ池に同じ水草の生えているところを何べんも書いていて時効が違い天気が違い一日のうちでも長石の日当たりの違うのを人に味わわせるから一枚見るよりは比べてみる方が面白い。 それは巧妙な芸術家のことである同じモデルの写生を下手に繰り返されてはたまったものではないここらで正質をするのは読者に感謝してもらってもいいもっとも公子はあの家の歴史を書いていなかったあれを建てた緒方坊は千住の旧家で 徳川将軍が鷹狩りの時千住で小休みをするびごとに緒方の家が御用を承ることに決まっていた花房の父があの家をガラクタと一緒に買い取った時天井裏から長さ三尺ばかりの細長い箱が出た蓋に御敷物と書いてある御敷物とは将軍の敷物である 今は花房の家でその箱に掛物が入れてある火事にも合わずにだいぶ久しく立っている家と見えてすこぶる古びがついていた柱なんぞは黒炭のように光っていたガラスの器をのせた春茎塗りの机や白いシーツを覆うた診察用のねだいが この柱と異様なコントラストをなしていたこの机や値台の置いてある診察室は南向きの一番広いまで花房の父が大きいひな棚のような台を据えて盆栽を並べておくのはこの部屋の前の庭であった病人を見て疲れるとこのひげの長い大きなは 目を棚の上の盆栽に移してひそかに自ら楽しむのであった待ちいにしてある次の間にはいくら病人がたまっていても沖縄は小さいキセルでくもいをふかしながらゆっくり盆栽を眺めていた午前に一度、午後に一度は決まって三十分ばかり休む。 その時は待合の病人の中を通り抜けて北向きの小部屋に入って煎茶を飲む中年の頃石州流の茶をしていたのが晩年に国を去って東京に出た頃から引き茶をやめて煎茶を飲むことにした盆栽と煎茶とが沖縄の道楽であった この北向きの部屋は家中で一番狭いまで三畳敷である。何の手入れもしないに年々宿根が残っていて周回道が敷居と平らに育った。そのすぐ向こうは木下の生垣で柿の内側にはまばらに高いシュロが立っていた。花草が大学にいる頃も 管律病院に勤めるようになってからも休日に帰ってくるとまずこの三条で煎茶を飲ませられる当時八犬伝に読みふけていた花房はこれをお父さんの「三茶の霊」と名付けていた沖縄が特に愛していた「がまでという手霊の急須がある渡り二寸もあろうかと思われる 小さい急須の代謝色の肌絵にペンフィグスという水泡のような大小主治のイボができているたぶん焼くときにでき損ねたのであろうこのガマでの急須に絹糸の切りくずのように細かくよじれた安緑色の宇治茶を入れてそれに冷ました湯をついでしばらく待っていて茶碗に垂らす。 茶碗の底には五立方三チメートルくらいの濃い体力黄色の汁が落ちている花房はそれをなめさせられるのである甘みはかすかで苦みのまさったこの茶をも花房は翁の美少とともに味わってそれを埋め合わせにしていたある日こういう大座の時 はなぶさが言った。お父さん、わたくしもだいぶ理屈だけは覚えました。少しお手伝いをしましょうか。そうじゃろう。理屈はわしよりはえらいにちがいない。むずかしい病人があったらみてもらおう。この話をしてから、はなぶさは病人をちょいちょいみるようになったのであった。 そして翁の満足を勝ち得ることも折々あった沖の医学はフーフェランドの内科を主としたものでその頃もう古くなって用立たないことが多かったそこで翁は新しい翻訳書をいくらか見るようにしていた元フーフェランドは蘭訳の書を先輩の日本訳の書に引き比べてみたのであるが 新しい乱書を得ることがたやすくなかったのと多くの障害をしのいで大文の書を読もうとするほどの気力がなかったのとのために昔読み慣れた書でない洋書を読むことを翁は面倒があってとうとう翻訳書ばかり見るようになったのであるところがその翻訳書の数が多くないのに良い訳は少ないので 沖縄の新しい医学の上の知識にはすこぶる不十分なところがある防腐外科なんぞは沖縄は分かっているつもりでも実際本当には分からなかった丁寧に消毒した手をあり合わせの手拭いで拭くようなことがいつまでもやまなかったこれに反して 若い花房がどうしても企て及ばないと思ったのは一種の空土酔いであった「この病人はもう一日はもたん」と沖永が言うとその病人はきっと二十四時間以内に死ぬる。それが花房にはどう見ても分からなかったただこれだけなら 小花房が経験の上で老花房に及ばないというに過ぎないが実はそうではない翁の及ぶべからざるところが別にあったのである翁は病人を見ている間は全幅の精神をもって病人を見ているそしてその病人が軽かろうが重かろうが鼻風だろうが必死の病だろうが 同じ態度でこれに対している。盆栽をもてあそんでいる時もそのとおりである。茶をすすっている時もそのとおりである。花草学士は何かしたいこともしくはするはずのことがあってそれをせずにしばらく病人を見ているという心持ちである。それだから 同じ病人を見ても平凡な病だとつまらなく思う。エントレッサンの病床でななくくては飽きたらなく思う。またたまたまいわゆる興味ある病床を見てもそれを研究して書いておいて業績として公にしようとも思わなかった。もちろん発見も発明もできるならしようとは思うが。 それを生活の目的だとは思わない。始終何かさらにしたいこと、するはずのことがあるように思っている。しかしそのしたいこと、するはずのことは何だかわからない。あるときは何者かが幻影のごとくに浮かんでも、補足することのできないうちに消えてしまう。女の形をしているときもある。 主治の映画の夢になっている時もあるそれかと思うとその頃壁眼を見たり無門館を見たりしていたので禅をめいたコン,ンプラチーフな観念になっている時もあるとにかく取り留めのないものであったそれが病人を見る時ばかりではない何をしていても同じことで これをしてしまって片付けておいてそれからというような考えをしているそれからどうするのだかわからないそして花さはそのわからないあるものが何者だということを強いてわからせようともしなかったただある時はそのあるものを幸福というものだと考えてみたり ある時はそれを希望ということに結びつけてみたりするそのくせまたそれを得れば成功で失えば失敗だというようなところまでは追求しなかったのであるしかしこのあるものが父にないということだけは花さもとっくに気が付いて初めは父がつまらない内容のない生活をしているように思って それは老人だからだ。から老人のつまらないのは当然だと思ったそのうち熊沢万山の書いたものを読んでいると「志を得て天下国家をこととするのも道を行うのであるが平成顔を洗ったり髪をくし削ったりするのも道を行うのである」という意味のことが書いてあった花房はそれを見て 父の平勢を考えてみると自分が遠い向こうにあるものを望んで目前のことをいい加減に済ませていくのに反して父はつまらない日常のことにも全幅の精神を傾注しているということに気がついた宿場の医者たるに案じている父のレジニアションの態度が誘導者の面目に近いということがおぼろげながら見えてきた そしてその時からにわかに父を尊敬する念を生じた実際花房の気のついた通りに翁の及びがたいところはここに存じていたのである花房は大学を卒業して管理になって半年ばかりも病院で勤めていただろうそれから後は学校教師になって ララボラトリウムに出入するばかりで病人というものを扱ったことがないそれだから花房の記憶にはいつまでも千住の家で父の代親をした時のことが残っているそれが医学をした花房の医者らしい生活をした短い期間であった そふさの記憶にわずかに残っていることを2つ3つ書く。一体医者のためには軽い病人も重い病人も贅沢薬を飲む人も病気が死活問題になっている人も等しくこれカズスであるカズスとして取り扱って感動せずに霊眼に見ているところに医者の強みがある。 しかし花房はそういう境界には至らずにしまった花房はまだ病人が人間に見えているうちに病人を扱わないようになってしまったそしてその記憶にはただクリオザが残っている作者が漫然と医者の術語を用いてこれに「和井捨香」と題するのは 花房の縁王とするところかもしれない。